おかげで今一つ確信したことがある。氷河が君たちの村を攻めた時こう報告したんだ。手下たちは千空の謀略で死んだ。違う、犯人は君じゃない、氷河だ。司と氷河は同じ最強でもまるで違う生き物だ。もう日和にはできない。いつか必ず血が流れる。